かつてこの国には忍びと呼ばれる者がいた。彼らは大名や領主といった主に仕え、諜報活動や破壊の封建社会は崩壊し、忍びの存在を口にする者はいなく、しかしどれほど時代が変わっても人の業は変わる世界に生きる忍びは今も存在している。命を明かし、彼女たちが戦いの先に何を見るのか、何を失うのか、それはまだ誰にもわからない。はじめまして、アスカです。よっ、アスちゃん。私の名はイカルガと申します。おー、スカツラギだ。ヤギュウだ。ヒバリです。5人揃って。違うよ。もう何ですか、シリアスに始まったのに早速この締まりのない展開は。だいたいヒバリさんはいつもそうやって私たちを持って遊ぶ。イカルガの説教が始まっちまったじゃねえかよ。食べたいね、ヤギュウちゃん。イカはダメか。ちょっとみんな、シーズか。じゃあ気を取り直して、せーの、戦乱神楽少女たちの新鋭、究極の爆乳ハイパーバトルが登場。私たち5人を華麗に操ってスピード感あふれる爽快アクションを体験。地上と空中を自在に飛び回り、悪人をバッタバッタとなぎ倒すのです。私たちの半蔵学院に襲い来る蛇女子学園との戦いを描く物語は、美しくも儚い少女たちの命のやり取り、ノベルパートとアドベンチャーパートの採用で、さまざまな思いと揺れる感情を伝えます。ちょっとちょっと、イカルガさん、緊張してるの？硬いよ。私はいつでも冷静です。ま、いや、そんなことよりこれだよ。全国の青少年諸君、どうだ、コスチューム破壊。難しいことは言わねえ、ぶっ飛ばしてバイーンだ。ボンキュッバイーン、ヒュッホー。着替えてもうっはー、たまらないね。ジュルジュル、バイーン。どう、出さなくていいんだよ。もうバカ騒ぎをするのではありません。そして先着購入特典は、ビジュアルブックにサウンドトラック、ドラマ CD までセットになった少女たちの秘密ファイルがついてくる。おいおい、少女たちの秘密ってなんだよ。ヤギュウちゃん、になる。もう少し感情を込めた方がいいんじゃないかな。ヒバリ、忘れるな、俺たちは忍びだ、広報担当者ではない。まあまあ、最後ヒバリちゃんしっかり。はい、ヒバリ頑張る。胸ドキドキのセクシーハイパーバトル、皆さん予約をよろしくお願いします。よろしく。さあ、これからどんどん盛り上げていくからね。アスカ、正義のために舞い忍びます。爆乳ハイパーバトル、戦乱神楽少女たちの新鋭、2011年9月22日発売予定。命がけで取りに来て。マーベ